はい、どうも、はるきです。今回はディズニーキャラクターパート6チョコエッグの第4回目の開封でございます。あと4種類でございますね。さあ、もう今回でいっちゃいましょう。今回でコンプしちゃいましょう。でも次の5ボックス目は優雅に開けましょうね。約束しましょう。2人に。いきまーす。一発目、大事よ。きたー、おー、早速きた。なんだっけ、これ、首長、気持ち悪っ。一応お姫様だからね。あと3種類やった。来た。これは俺の時代が来たかもしれない。行くぜ。2個目だ。通算42個目ですね。違う、30。はい、つむつむです。これはつむつむ2個目つむつむペリー。めちゃくちゃペリーがすごい。ペリーの熱意が異常。ペリー可愛いからいいけどね。3個目ですね。さあ、出しちゃいましょうね。おやすみプーさん出ちゃいましょう。ミッキーの通常バージョンいきましょう。めちゃめちゃ詰まってるけど、これアリエルじゃね。これ何ですか、何ですか。こんにちは。おーおー、来た。あと2種類だ。来た。来た。ついに来た。魔女。魔女来ました。めちゃ、おー。あのね、画面では割とね、紫色だ、ん?青色だけど、結構紫色してますね。でもね、すごい、これが一番でかいっすね。もうペリーと比べてもこんな感じですね。はい。あと2種類。これはマジでいけるかもしれない。頼む、来てくれ。乗ってる。波に乗ってきた。これは来た。入ってますか?入ってますね。そりゃそうですよ。入ってなかったら詐欺です。おー、来い。ロッツ。まあ、ロッツはまだ1個しか持ってなかったからいいでしょう。でも、被るなら後にしてくれ。頼むから、俺を安心させてくれ。前回もこう言った気がする。安心したい、俺は。安心を求めてる。心の安心、安保生命。おお、つむつむだな、これ。来い、ミキオ、まただ。なにこれ。なんで。俺、普通のやつが欲しいんだけどさ。もしかして、この、目がハートのやつが通常なのかもしれないね。そういうことにしちゃう?そういうことにしちゃうか。そうだね。これが通常ですね。多分。あと1種類です。そしたらおやすみプーさんが出ればコンプリート。これはいける。で、あわよくば通常バージョンのミッキーを見れたらそれでもいいってことで、とりあえずこれを通常バージョンにします。わからないんでね。他の方の、動画を見て通常のがあったらコンプしに買いに行きます。おう、これはプーさんだろう。プーさんじゃなかったらダメだろう。カモンプーさん、ドナルドですね。ドナルドの彩色違いの方ですね。これは3個目ですね。彩色違いの方は。うん。あと4個チョコエッグ、今回。頼む、来てくれ、おやすみプーさん。おやすみプーさんって言うと、なんか昔開封したおやすみプンプンっていうガチャガチャを思い出しますね。結構可愛くて、お気に入りだったんですけど。おぉ、いいね。つむつむ連鎖してるよ。おーい、イエーイ、イエーイ、来たー、来た、コンプリート、ありがたき、来たー、ラストお父さん、ラストプーさん来ました。よっしゃ、コンプリート。いやー、あと13個ね、優雅に開けられますね。焦らなくて済む。これが理想のチョコエッグ。うわ、そして、これはシンバかな。シンバだね、シンバです。あと2個だね。もう幸せだね。前回ね、もうすごく手間取ったからね。これはありえんかな。違った、シン、お、ゼロだった。ゼロやったね。ゼロ4個目。余裕。
あの勝者の余裕ってやつ、まあ、最後ぐらいはツムツムで締めさせたんで、ね、あわよくばミッキーの通常バージョンが見てみたかったです。一応コンプっていう概念で捉えてますけどね。ロットだね、ロットすごい来るね。はい、ということで今回コンプリートでございます。早かったね割とね。でも4ボックスか、そうか、前回4ボックス買ったのが最初にね。そんなもんか、そんな、うん、少ないわけじゃなかった。で今回ツムツムがねだいたい6、7割占めてますね。あのアリエルがあそこにちょっと2個とね、ここに4個あったり、シンバがあったり、ゼロがあったりするんで、まあ、こんな感じでございます。机がものすごく悲惨ですね。はい、今回はこちらコンプリートということで、ディズニーキャラクターパート6チョコエッグコンプリートの回でしたね。皆さんあと1回5回がありますので、こちらもよろしければご覧ください。もしかしたら、ディズニーのね、間違えた、ミッキーの、通常バージョンが出てくれる可能性が少しありましたり、ありましたり、そのでよろしくお願いします。あの僕のね、余裕を持って、余裕を持って、余裕を持って開封してる様子をご覧ください。それではおっしゃありがとうございました。バイバイ。